サマイルアウン・ベオールサマイルアウン・ベオールはラテンアメリカで活動した人類学者、社会学者。1916年にコロンビアのボゴタに生まれ、1950年代にメキシコに移り住み、1958年には3つの重要な精神運動をオグラに統合した。そこで彼のライフワークである自己実現の達成を遂げるよう働き続けた。その間、パナマ、 コスタリカなどを経て、メキシコにて、国際ノーシス運動の主幹部を作り、一生をかけて、ノーシスの普及を行った。彼は著作の中で、自分の考えについて明らかにしている。彼の教義は、東洋、西洋流双法の手法と概念を包含していると、され、総括のマスターとノーシスの人間から呼ばれる。彼は常に実践的ノーシス主義であるところのノーシスを、強調し、教授した。 ノーシスは直接体験によってのみ獲得される魂の知識と定義される。彼はその著作の中で、ノーシス秘境心理学、錬金術、タロットカバラ、宇宙論、文化人類学、エレメンタルセラピー、ルーン文字の神秘、ドリームヨガ、アストラルドリップ、チベットの若返り術、瞑想によるマインドの静寂と真実の体験、心理分析の瞑想、 卑怯先生術、生歳の神秘、子供の教育等などを扱っている。本質的に我々自身の深い眠りからの覚醒を形作る、この変化とは革命によってなされ、エゴの暴虐に対しての革命、エゴが我々に対して保持している魅惑という支配力からの革命であるとしている。この変化は彼が記した著作のすべてにおいて言及されている。 意識革命のための3要素を実践することにより、起こる。その自己実現の達成に必要不可欠な3要素とは、死へ後の根絶誕生性エネルギー消化と、精錬金術を通しての真の人間の創造献身いかなる類の報酬、見返り、評価をも期待せず他者のためへの奉仕の3つであると、している。ありがとうございます。